言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。明日の朝は仕事が早いんですが、これは撮っておかないとねっていうかね、もう撮りたいのが衝動が駆られてもうどうしようもなかったんで撮りました。はい、というわけで修道さんと良貴君の共闘の MV が上がりましたね。でこちらがこの動画撮ってる日の朝にレオ君の話、ラビットでのバンジー飛んだレオ君の話をして、まあこのレオはかっこいいぞと、負けたぞと思って、でこの良貴は鳥肌が立ってかっこいいぞと、もうレオも良貴もどんだけバチイケなんだというところでございますよ。もう全く種類タイプが違う2人の感じだけど、まあバクイケであることは共通してるなっていうところでね、いやこの共闘はやばいよ。曲としてはね、すでにSpotify とかね、ダウンロードとかもろもろでね、皆さんも聞いていると思うけど、 MV になるとさらにやばさが増しますね。というわけでちょっとリアクション動画って形にはしないし、もうすでに見ているんですけど、ちょっともろもろ映像チェックをしつつで、まあカットとかもすると思いますが、語らせていただきたいなと思う。何回見てもいいぜこれは。はい、仕事終わってからガッと見たんだけど、まあナンバーアイの動画とかも撮りましたけど、これガッと見てガッと上がりましたから、はい、いきますね。修道、共闘、フィート、良貴フロム BE:FIRST。 最初の共闘のところの文字が出てきて、フォントが出て、最初これ実写かなって思ったんですよ。最近のアニメってすごいですね。ビルが出てきて、でもなんか多分修道さんのキャラクターが出てきて、そうで結構ね、歌詞自体がいろんなとこで韻踏めてて、そうなんですよ。でこれなんか何の話してんのかなっていうか、野球の話だから野球に決まってるよねって思うんだけど、なんかねガスマスクを着てるような人たちとかが着つつで、で修道さんのキャラクターのとこに多分良貴君のキャラクターの人がやってきて、ヒーローは遅れてなんぼみたいな感じとか、良貴ラップやば、良貴ラップやば、早いしやばいし、共闘さ、レッツゲットハイのとこね。で、これ空き缶と棒を使ってね、野球をやっているのあって、で、その空き缶でもって、ガスマスクをかぶった敵っぽいのを倒してるような。で、なんかゴーグルをかぶったりなんかして、廃墟のビルディングがあったりして、なんか大敗的な世界というか、なんかそういうカタストロフィーものみたいな感じのものを、ちょっとイメージさせますね。東京リベンジャーズ的な世界観といいますか。そんなことを考えます。でもなんかこう手を差し伸べてね行くけど、今2人のキャラクターが戦って、良貴のキャラの顔やば修道さんのキャラと良貴くんのキャラだと思われるけど、でもここでね戦うっていうよりはね、野球で勝負するような感じになるというか、物を投げたりなんかして、そういう風にしています。そうですね。だから多分最初いがみ合っていたようなところから、共闘するところにフルスイングでっていうところで、そう一瞬喧嘩するかと思ったら空き缶を投げてこう棒でやるみたいな野球のところですね。なんかこの世界観的にすごい大敗した世界、ちょっとこう言ってみれば少しハードボールの世界観のところに来て、でいかつい2人の少年が野球で勝負をしているのがいいなと思うし、で結果的になんかその後でドームみたいなところに行って、石を持ってますが、花火が鳴ってますが、これはだから野球のモチーフなんだと思うんですけれどもね。はい、そんな感じで花火が鳴りまして、非常に良かったと思います。はいはい。そんな感じなんですけど、こちらが非常にかっこよくてね、MV の中身見てみると、世界観は本当になんかちょっと東京リベンジャーズというか、大敗した世界みたいな感じ。現代かな。近未来か現代かですね。ガスマスク被ってる感じがするから、空気と大気が汚染されてんじゃないかなとか、そんな感じのことも考えたりとかしますけど。でね、今回、明らかに、ベスティ以外の人たちが反応していて、おそらくは、この修道さんのファンですね。TikTok で BBB チャレンジが上がっていて、良貴くんと修道さんが一緒に、久々に BBB チャレンジやってるんですけど、良貴くんがいかついせい、かっこ、なんか男前でいかついイケメンのせいなのか、修道さんが、でも修道さん、予想してたよりも、背がちっちゃくて可愛らしい感じで、
涼輝くんの隣に並ぶと本当にそんな感じに見えて、これはだから普通に歌がうまい曲がいいっていうだけじゃなくて、首藤さんのファンもそれたくさんいるだろうっていう感じで、なんかねその BE:FIRST にはいない感じの、BMSG にはいない感じの可愛いイケメンでございましたね。TikTok ぜひ見てください。皆さん首藤さんの美術見て、あれですね、まあインタビュー動画はあったけど、実際にこう全身で映っててっていう感じで立ってる状態で見ると、いや首藤さんイケメンというか可愛いですよ。はい、なんかトレーニーに BMSG トレーニーにそうな感じ、ちょっとそれは失礼だけどね、もうだって首藤さん 79.4 万人チャンネル登録者数いる、ね、YouTube でそうだし、むちゃくちゃたくさん曲作ってますからね、 Ado さんのうっせぇわも含めてね。で今回だからね、首藤さんが結構やっぱりファンというか、首藤さんのファンがいっぱいコメント欄にもいてですね、この曲で初めて涼輝さんを知ったけど、むちゃくちゃ歌唱力すごすぎるしみたいな感じの話とか、なんかね涼輝さんみたいな感じで BE:FIRST さんみたいな感じのこと言ってる人が多くて、なんかね明らかに今までに来なかった、まあ、ボカロ P のファンとか首藤さんのファンとかが涼輝くんを見つけてくれてる感じがあります。うん、そう、なんだろうな、涼輝さんのラップパートめちゃ好みすぎました、最高ですみたいな、多分これは明らかにね、BE:FIRST を初めて知ったような、まあ涼輝を初めて知ったような感じだと思うしね、うん、だったりするし、いやなかなか面白いことになってますよ。うん、だから非常にね、すごいことになってると思います。というわけでね、まあ、この楽曲自体が涼輝くんのその狂気的な部分、まあ涼輝と狂気でちょっと韻が踏めてしまうところもありますが、狂気的な部分とかそのアグレッシブな部分っていうのが非常に出ていて、首藤さんと涼輝くんの相性が非常に良いなっていうのを思いますよね。皆さんもそう思ったと思います。でこれ自体がやはりTBS の野球中継でのテーマソングになるということで、現在は首藤さんのファンと、まあ、私たちベスティで涼輝推しの方中心にベスティが見ている感じになると思いますが、野球ファンの人たちもこれを気に入ってくれればさらに広がっていくことになるはず。でじゃあこの涼輝っていう人は誰なんだいって話になった時に、もしかしたらテレビを見る層の人たちは NHK の朝ドラがちょうどやって、もしかしたらそのタイミングで涼輝くんが猪爪直明役で出ている可能性があるとね、まあそんなこともあるし、で TBS なもんですから、冒頭にも話しましたがレオくん関連でいける可能性もさらにあると。ラビットのね、もうすっかり名物のサブスクアーティストみたいな感じになりましたがね、ラビット見てる人たちがですよ、例えば TBS で野球を見てですね、涼輝を調べてですね、あれ BE:FIRST ってグループなんだって言って、あれ BE:FIRST ってラビットのご飯をおごりたい男のニコニコしているレオくんのグループじゃないかって話になってくる。そうなってくると、そのまま BE:FIRST の MV を見に来る人たちも出てくるかもしれないとかね、当然首藤さんのファンの方々も見に来る。これはね涼輝くんすごいですよ。新しいファンの道を開きました。だから2024年ね、まあ涼輝くんもそうだけど、涼輝くんのこの共闘によっていろんな道がさらに開けてくる可能性がしてワクワクいたしますね。はい、てな感じで、まあ実際ねそういう風になっていくでしょう。TikTok の方もねリンク貼っておきますし、共闘もガンガン見てね、曲もガンガン聴いて、それでね盛り上げていきましょう。でさらには BE:FIRST 本体としては、この共闘はやはりこうねマスタープランがね出ますから、そこへ向けての、まあ言ってみれば切り込み隊長的な役割でもあるから、ここを盛り上げていて、ちょっと肩慣らしをね、まあ野球につながってくるけどね、肩慣らしをしつつで、まあウォーミングアップ、フットワークしながらで、それで、マスタープランの方にもね、行ければいいと思うし、まあこのまま共闘から入って、BE:FIRST に興味持ってくれた方が、マスタープランの方にもね、来てくれる可能性も高いからね。なので、まあ、もちろん強制はしませんが、まずはこのマスタープラン出るまで、共闘のこの楽曲、MV を見て、曲も聴いて、SNS とかでつぶやいてみたいなことを、特に涼輝推しの方はやっていくといいのかななんて
ちょっとね、愚行したりいたしました。非常にテンションが上がります。夜に聞くもんじゃないなと思ったりする。あとどうやらね、ちょっとSNS で見たんですけど、私がちょっと最近そのベビーメタルっていうヘビーメタルバンドというか、まあダンス&ボーカル&ヘビーメタルの女の子のグループを時々動画で扱ってますけど、そこのバンドの方がどうもこちらの方の共闘関わってるような話も聞きました。ちょっと定かじゃないんですが、それもあるとまたエモいなと思うし、まあそれは当然ヘビーメタルのところでやるギターの人が来るんだったらこのゴリゴリなギターサウンドになるよねっていう、そういう意味合いではね、ロックが好きな人にも刺さりそうだなっていう。野球好きな人って、まあ例えば、まあ最近は若い女の人も野球ファン多いですが、まあおじさんのものだったりするんでね、おじさんはロックと野球が好きですからねまあちょっとこれも極端な話だけど、自分の職場にもね、ヘビーメタルと野球、千葉ロッテマリーンズが好きなおじさんいますんで、まあそんな形だったりします。ちなみにグランパンパスおじさんは野球は全く分かりません。はい、でもね、でもやっぱりあれですね、東京ドームで始球式なんかもやった関連だったり、このりょうきくんのこれもあったりするとね、もうがぜん野球わかんなくても見に行きたくはなりますわね。野球場にいたことはあるんでね、見たことはあるんですけど、まあ普通に楽しめました。はい、っていう感じでしたね。はい、まあ野球自体も盛り上がっていけばいいなと思います。やっぱり日本経済回していくっていう部分で考えても、野球も盛り上がっていけばさらにいいし、はい、日本をね、BE:FIRST 起爆剤にしてでもいいし、他のもんでもいいですけど、本当に元気にしていければと思いますから、まずは私たちが元気になって、それで日本元気にしていきましょうみたいな、もうでかいこと言ってるけど、でかいこと言いたくなるのがこの BE:FIRST ってグループだし、さらにはその中の良気って男なわけだ。そう、BE:FIRST をしていく中でいろんなことがあるけど、で、やっぱり勢いのあるグループとか、勢いのあるバンドとかいろいろいますしね、クリーピーナッツも、ナンバーアイも、YOASOBIもね、みんなすごいですけど、でもなんかね、BE:FIRST、特に良気がいれば大丈夫じゃないかななんてちょっと思ったりする。まあ大丈夫は何も、切磋琢磨していく、そういう関係性だからね、まあそういうところはあるんだけど、すげえ語ってるな、すげえ語ってるんで、ただ、語りたくなるぐらいのこの共闘は良かったです。はい、というわけでオタク心満開で語らせていただきました。はい、良気発見。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。4月入りましてね、出会いの季節などと言われますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、情報発信していくという形の中で自覚も湧いてまいりまして、良い情報を発信できるという自負とプライドも最近はあります。その上で新規の方がたくさん来ていただきますので、登録者数が多い方が説得力がありまして、皆さん来やすいという事情もございます。で、その上でボーイズグループを J-POP を世界にという形の立場やらせていただいております。YouTube の登録は無料でございますし、登録したところで変なサイトに誘導されたり、そういうことはございません。外した時も私に通知が来ることは一切ございませんので、ご安心ください。なのでまだ登録されていない方、そして一度外された方も、もしお気がかりましたらぜひ登録をお願いします。すでに登録をしていただいている方はありがとうございます。では引き続き頑張ってまいります。ではまた。We'll be right back.